はい、マヨリコチャンネルです。チャンネルです。本日のテーマは南山椒。南山椒、ポーストとかためた割にはざっくりしてませんけど。ちょっと移動しながら、ボーストを着て、T から入っていってとか、ボーストを打った人が前に入るときにどう入ってとか、入れ替わりとか、ローテーションとか。パターン練習ですね。そうですね。じゃあ、最初からそう言ってくださいよ。じゃあ、打つショットが、はい、打つショットが片方の人は、ボーストと、ドロップです。で、もう一人は、ドロップとストレートです。片方の人が結構動きますけどね。はい、ちょっと動きとかボールへの入り方とかをやるので、厳しいボールではなくてちょっとゆっくりめに、はい、体の動きを覚えましょうみたいなパターン練習なので、厳しくやるとめちゃ厳しい、めちゃくちゃきついと思います。はい、ちょっとゆっくりめにいってみたいと思います。はい、ということで、はい、本日はパターン練習、はい、これは目的は、目的は入り方とかですかね。よくこうドロップを落とした時にどうしてもね、ボースト打った後に行くと、こう直接的に入ってきて落としてこう下がりがちじゃないですか。でそれをとりあえずね、横の方、こうではなくちょっとしっかり横ベース開けて戻れるようにみたいな感じをちょっとイメージしていただくと、あとはゆっくりなので心肺機能強化じゃないですけどね、結構きついので、続いて角度とか予測とかなんかそういったのも合わせながら、ちょっと楽しめるかなみたいな感じで、はい、お互いが優しさを持ってやらないときつくないと思うので、そこはね、仲良くやってもらえればなと思います。ね、2人いつも練習相手がいる人は、はい、ちょっとこれ取り入れて、はい、特にね、初心者の人とか、入り方覚えるのちょうどいいと思うんで、はい、ぜひやってみてください、はい、では今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。